どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドをやっていきたいと思います。今回、コレクションの2つ目ですね、黄金塔と消えた船団というのをやっていきたいと思います。それでは、スタート。見れじゃん。おー、俺の血だ。俺の血、ドバッと俺の血。今度は雪山か。おい、嘘だろ。やばい。登るところからだね。マジかよ。どうしてこうなった。へえ、そう、左スティックと危機一発と、まあ文字通りだね。さあ、これでいけるか。今のでダメかと思った。これで登れる。さ、ジャンプ。アクション自体は前とそんな変わらないね。危な。勢いをつけてジャンプ。おお、逆によう思ったな。次は上の方か。さあ登ろう。いやー、登ったところで こうかな。どっちだ。まっすぐか。さあ、いやー、そうなるよね。さあ登りきって、次は、おお、前作と様子が違うね。まあ何かまたお宝を探してなんだろうけど、前回出てきたサリーとか出てくるのかな。もうちょいなの。音がやばい。よしよしよし。前回と違ってバツボタンを押さないと戻りきれないんだ。はあ。やばい、走る。
おい、一杯おごってくれよ。ハリーフリー、おいおい、こんなとこで何してる。お前を探してたんだ。おっと、喜ぶべきか警戒すべき。多分両方だ。来いよ。仕事が入った。マジで？俺らがもしあるものを手に入れられたら莫大な報酬を支払ってくれるというクライアントがいるんだ。なるほど、それで。ただちょっとした事情が。ダメだ、絶対無理だ。ちょ待て待て、話だけ聞いてくれ。この博物館で盗みに失敗して二人死んでるだろ。一人は無事成功した。あ、かろうじてな。お前に協力してもらいたい。成功したのはお前だけ。この山には二人いることはよく分かった。いいや、三人必要だ。そうだ、噂をすればちょうどお出まし。誰だ。クロエ・フレイザーよ。ネイト・ドレイク、姉さん・ドレイクだ。元気ハリー。クロエはかなり有能なドライバーで相棒にはもってこいだ。見たいだな。よし見ろ、計画はこうだ。まず下水道から入る。出だしから楽そうだな。下水道から中庭へ、そこから壁をよじ登り屋根を伝っていって下へ降りれば展示ホールだ。なんてことない。展示ホールには一体何があるのかって。聞いてないが、どうぞ。これがオイルランプ。そう。こんなガラクタを。一体なぜだ。わからない。だからあなたを探したわけ。このクライアント単なるマニアックだ。暇と金を持て余してるコレクターとかだ。それにしたってこれは何の価値もない。まだ続きがある。お前ラテン語は読めるんだろ。どこでこれ。拝借した。そのマニアックなコレクターさんから。トレビゾンドでヌストに襲われて、父と叔父と私は偉大なる宝を奪われた。これはマルコ・ポーロの日記だ。それぐらい私たちにだって分かったわ。残念ながら続きはチンプンカンプン。待て、間違った者の手に渡らぬように、思いもよらぬ場所に大いなる悲しみを閉じ込めた。強大なる藩の御光が13の運命を守るだろう。言っただろう、わけが分からない。これ行方不明の船のことよ。そうだ。どういうことだ、説明しろ。マルコ・ポーロは600人と14隻の船で中国を出た。フビライ藩からもらった宝満載で、だが1年半後ペルシャに着いた時、船はたった1隻、乗員は18名だった。彼は旅を詳細に記録してたのに、他の船がどうなったかは書いていない。仲間のことも。つまりこの辺りのどこかに皇帝の宝を積んだ13隻の船が今もあるのよ。そう、それをクライアントは狙ってる。このランプを見ろ、モンゴルの文字が書かれてる。フビライ藩からの贈り物だ。強大なる藩の御光が13の運命を守るだ。マルコ・ポーロはこのランプに何かを隠した。消えた船団の場所が分かる何かをだ。じゃあ分取り作戦決行よね。当然そうだろう。チームだな。仕方ない。ま、なるようになるでしょ。さあ、それで3人というとこだったらしいけど、残り2人は。そして光るものが見えると。いやー、まず出血止めないとね。お、やばそうだね。急げ急げ急げ。狙ってて、クライアントが
それに気づいて攻撃してきたってことかな。もしかしたらね。あ、確認はできるんだね。どちらとも象だね。48発。当たった。弾がさらに見つかる。71発か。ああ、はいはいはい。いつもね、やっぱりそうだ。鍵がかかってる。さあ、あっ、いや、でも早く止血しないとね。前回より中トリアルはしっかりしてる気がする。運命ってあるんだな。ワクワクしたね。まあやっぱ狙われてるってことはそういうことだね。バレたんだね。そのクライアントは誰だろう、そもそも。あら、こっちじゃない、こっちか。これでいいのかな？いや、それとも？ああ、ではないね。やっぱ上か。相変わらず見づらいのは一緒やね。ああ、やっぱそうなるか。アングルがね。この作品は映えごとかと一緒でアングルでちょっと難易度上げてる感じがあるね。まあ面白いんだけど、まあ特にはないと。やっとだ。ああ。剣ない。久しぶり。さすが激しい男。一体何がどうなってるか説明しろ。何不倫のこと？ああ、忠告ぐらいしてくれ。あなたをびっくりさせたかったの。とにかく。あなたを見つけるの苦労したわ。フットワークと尻が軽いお前がか。はっ、やきもち焼いてるわけ。どっちがどっちを見捨てたのかしら。あなたが嫉妬するなんておかしいわ。ちょっと待て。言っとくけど、フリンと私の関係はあくまでも仕事上のものよ。本当に？大体はね。私気づいたのよ。フリンは何か情報掴んでた。あなたも一枚噛みたいはず。そう思ったの。で、どんな計画？言った通り、宝を奪って船を見つけてスルッと逃げる。フリンと？うん。それから？宝を三人で山分けして、あなたと私は消える。今度は二人でね。なるほど。それまでは私たちの関係はないっしょ。あいつ怒りまくるぞ。それは私に任せて。信じて。いやー、クロエはなんかあれだね。まあ大体いう女性キャラは怪しいもんね、こういうゲームはね。なんかあるんだろうけど、これ、ここ？マジで？
あいや、ちげえな。いけない。あ、やっぱこっちか。そんな届く？あ、届くんだ。下を通っていく感じ。で、二人で逃げようとしたってことか。やる気だな。銃さえあればハッピーなんだが。銃は必要ない。いざって時の保険になる。はあ、フリン、相手はただの警備員だ。パトロールの順番も分かってる。安心しろ。安心しろ？安心しろ。トルコの刑務所に入ったことあんのか？一度捕まったら終わり。ぶち込まれて奴ら鍵を捨てちまう。知ってんだろ。お前より知ってる。お前はそういうのが好きかもしれないが、俺は嫌だ。だからしくじりたくねえ。大丈夫だ、任せろ。着いたわ。パトロールの予定が変わったらどうする？進みながら考えよう。手探りじゃヤバいってこと知ってるよな。手探りじゃない、柔軟に対応する。行き当たりばったりでしょ。ああ、まあ臨機応変ってことだ。臨機応変、自信過剰なやつ。あそこだ。言った通りだろ、あの通路を行けば博物館の真下に出る。まずはよかった。少しは俺を信用しろよ。オーケー、私はこっちを行く。おい、忘れるな。途中にある塔を通過するときは照明がついてたらダメだ。何度も聞いた。二つ目の中庭に出る前に照明は必ず消すんだぞ。絶対に消すわ。集合場所にバンを用意しとくから、あなたたちは捕まらないでちゃんと出てきてよ。もちろん。おしゃべり終了、もう行こう。クロエ、集合地点で会おう。楽しみにしてる。どこへ行けばいいか分かってんのか。いつもそうだろう。さあ、チャプター2、盗賊の家。ジーンズが濡れてぬるぬるした感じ、たまんねえな。懐かしいな。ねえ、あれいつだって。ほい。意外と登れねえ。おい待て、そんなわけない。どこかで道を間違えた。道を間違えたか。おい、あれがボイラー室へ直結してるかどうかかけようぜ。あそこから入れる。フリンなら平気だろ。何？
問題ない。意味わかんねえ。持ち上げてくれ。あ、三角なんだ。行くぞ。悪い。これをよじ登るか。はあ。もうすぐ着く。準備いいか。勇気なくして栄光はない。行くぞ。いい感じだ。さあ、無事侵入完了と。コインね。銃はなしって言ってたね。あそこへ登ってはしごをつかめ。あれ、なかなか来ないね。お、来た来た来た。よし。空下ろしたぞ。よし、ここから中庭へ行ける。こっちに行くのやめろ。火傷はしたくないだろ。ならこっちか。よし、この辺に蒸気を止めるバルブがあるはずだ。じゃあ止められるか見てくれ。今回はあれかな、結構こういう細かい操作が多いのかな。なんか見てる感じね、前回ではなかったアクション要素が多い気がする。ははは、横でいいんだね。ほいほいっと。あ、危なっかしいな。うわ、危ない。相変わらずの操作性。いや、こんな感じだったね。あんまりワンと変わんない感じか、そのあたりの操作は。残念ながら。映像はだいぶ綺麗になった気はするけどね。OK。ここを曲がったところにドアがあるはずだ。ここが侵入口だ。ここを抜けたらあとは計画通りだ。分かったな。スリルがたまらねえよな。お前ほどじゃない。計画通りね。やっぱあるよね、指輪。帝国の岩。ああ。なんかこういうモンゴルとか、この辺りの像とか見ると、あれ思い出すな。やっぱ、出てこない。名前が出てこない。あの、トゥームレーダーか。はあ、ダメだ。きちんと用意してきたぜ。こう見えて鍵を開けるのは得意だ。ピッキング警報装置だ。また新しい装置だ。またかよ。どうする？解除はできる。接続箱さえ見つかれば。絶対この辺りのはずだ。箱ね。こう行ってぐるーっと回って。怪しいね。これやね。あれだ、間違いない。まあやっぱああいう配線をね見てね、飽きるの早っ。じゃあ行きますか。俺がやる。隠れ場所から出てくるには左スティックを倒し丸を押す。はいはい。
あーやっぱ隠密系要素が出てくるか。おお、中庭ついたね。あの塔だ。ああ、屋根からしかたどり着けないが、ここから屋根へ行けない。次の中庭を行くしかないな。あの門を抜けて。さあ、よし、門を抜けるか。抜けるためにはっていうところな感じもあるけどね。はいはいはい。いや今絶対あのバルコニーへ登らないと。絶対気絶で済まないよね今のはね。オッケー。あ、いや、ストレス、ステルス要素強くなったね。まあ今回盗賊っていうのはあるんだろうけど、いや全然違う気がするな。いや絶対見えてた。Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Açma, oraya gel. Orada. Sağ ol. Pançı renda. Oh, 大丈夫だったね。さあ、結局見られた。早く、何をもたもたしてる。もうすぐ着く。お前は右、俺は左だ。さあさあさあ、おやすみ。で、危なゲッチュこれで OK。 ギリギリだったけどね。さあ警報装置あるね。持ち上げて下をくぐり。おいおい、焦るな。別のアラームがある。マジか。お前がやってくれ。待ってろ。やらねえのか。上か。どうだ。ではない。そういう感じね。さあ上がって。おお。こっち。で意外とね、あのそのままにしとくっていう。落ち着け。ゆっくり。
さあ、侵入成功。屋根に登るには中庭を抜けなくちゃ。 OK、 警備員の始末はお前に任せる。わかった。噴水の方へ行け。噴水の方、ああそこか。さあ、ストレス成功。ってなると、危なっ、うん、よし、ステルス成功。あとはそこだね。まあ眠りかぶってたから気にしなくてもよかった気はするけどね。はい、そういうアクションもできると。危なっ。どう動く？さあ、奥は頼むよ。ライトがね、ポツンって、ね、いや、違うか。あとはあの窓へ登る方法だけだ。あ、そうだっけね。窓がたくさんありすぎる。確かにね、多いね。おー、危な味方に殺されるところやった。よし、侵入成功。いや、バレるやろバレるやろ。形勢逆転だ。ナイスアイデア。純太よ、何考えてる。落ち着け優等生。これはただの麻酔銃だ。致命傷は与えない。お前の両親も痛まない。麻酔銃か。よし、オッケー、アドバイスだ。こいつは射程距離が短いから近づいて撃て。できるか。馬鹿にすんな、フリン先生。よし、マジか、射程短いけど。Bu kutular ya bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki saat? Uyuter. あと一発。ああ、距離的にはいや、そんなに短いか。はあ、意外だったな。よし、やった。あー、この距離ぐらいか。お、痛そう。なんとかあの通路へ登るんだ。なんとかね。これがいいさ。お、オーケー。車輪がある割にはやたらと重いぜ。いいの、これでいい。あとは馬がいる。なんだろう、なんて言ったらいい。麻酔銃の射程が短すぎて使えるのか使えないのかいまいち。あそこの針から屋根に上がれる。針に登れればな。わからん感じやね。先まで考えててよかった。お、
おお、それっぽい。どうぞ。サンキュー。エラリコル。よし。そういうアクションもできるのか。すごいな。飛ぶ。わかったわかった。今行く。次は絶対エレベーターを使おう。いや、距離的に危ないよね。あ、無理か。ってなると、やっぱこうだよね。ほい。金の音が。さあ、屋上来たね。さらに上か。塔があったぞ。もうすぐ着くぞ。情報サンキュー、フリン先生。おほほほ。危な。下は見ない。下は見ない。絶対見ない。絶対ね。Mehmet'e ne oldu? Ama o artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş öyle. Ya böyle yaptı, tüzük et işte mi るとワンとツーは様子が違うね。あげてくれ。お前少し太っただろ。あ、クソやばかったぜ。お前もうドーナツ禁止だ。ドーナツ禁止か。お？任せろ。いっぱい出るね。そしてお前の番だ。お。おぶな。終わったかと思った。おい。すぐ後ろ見ろ。いつも通り。はいはい。良い夢を。やっちまったね。お前の上にいる。ちょっと待った待った。これでいいのかな。画面がね、ぐる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 動くからね。俺の上。乗れないから大丈夫か。ね、いい眺めだ。お前の家も見える。さっさと行け。俺の家どこ。あ、はいはい、そんな感じね。下の方に警備員がいるぞ。チュン。危ねだいぶミスったな。ヘッドショット狙ったら全然やったな。いい夢見ろよ。長いね。照明は黒いが消す。安心しろ。ギリ。多分ね、音ちょっとバレると思うんだよね。お、そうそうだね。さすがクロエだ。待ってたわけか。
すっごい角度で寝てるもんな。オッケー、これでいい。レディーファーストだ。いいね。いいね。めっちゃ可愛いと笑いしたね。よし行くぞ。あったか。音響アラームがついてる。この鍵を開ける前にガラスに触れたら、はい、ジリリーンだ。心配ないって。じゃじゃーん。よし、それじゃ。本当にそれだよな。確かめるならこうするっきゃない。悪いな、マルコ。くそ。おい、世紀の発見だってのに、なんだこれ、何の役にも立たねえ。強大なる藩の御光。ちょっと待てよ。何をしてる。松ヤニだ、燃える。だから、ライターを貸せ。ライ、火をつけるのか、本当にここで。早く。ああ、炙るのか。見せろ。我々の船は揚げ潮に流されてジャワ島にたどり着いた。津波に襲われたみたいだ。ボルネオの西海岸沖だ。プールでコンタクト見つけろってか。おい、見ろ、きっとこの山が座礁した場所の近くにある。山を見つければ船も見つかる。だな、いい推理だ。待て待て、まだある。オーケー。で、まるで海が積み荷を剣をして投げ捨てようとしていた。シャングリラで乗せた積み荷、シンターマニの呪いよ。何か意味があるのか。シャングリラ、分かったぞ。フリン、何が。マルコ・ポーロはシャングリラを見つけた。シャングリラだ。まさか。もし彼らが石を持っていたなら、今も船にあるかも。かなりワクワクする話だが、もう行かないと。ああ、すぐ行く。おい、何してる。悪いな、相棒。ここでお別れだ。待てよ、フリン。俺たちの計画は。お前の計画だろ。俺にも計画がある。ああ、早くロープ投げろ。バカな真似すんな。ああ、そう。お前がボス、俺は下っ端。だが、お前は一つ見落とした。そうだろ、相棒。どうする？撃つのか？いや、しばらくおとなしくしてて。俺が船のことに気づいてないと思ったか。小学校のガキだって気づくぞ。おい、フリ、よく聞け。いい加減認めなよ。お前ははめられたんだ。あっと、まだだ。警備員にハンデをやらなきゃ。よし、ゲームスタート。悪く思うなよ。あ、これで追われることになったわけか。やっぴー、くそ、フリンめ。やべやべやべ。いや、ほんとだよ。ハマチクしたらカッパテン。よし、寝ろ寝ろ。ダメ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 。そうか、ならどうすりゃいい。どうしよっかな。あー、やばいね。あ、いいの見っけ。あ、そこじゃない。ここでもない。する？よしよし、考えろネイト。ほら。あ、くそ。はい。こっち行って、あそこだ。こ
これを登るしかないか。あ、そっち、マンホールの方。あ、こっち、こっちだ。あの二人やりやがった。挙手やすくしたら。どうすればここから出られる。こっちいたぞーみたいな感じだったね。言い方が。使うしかないか。またなアホども。アホどもアホどもか。一つ肝心なことを見ようとしてたろ。何？認めなよ、お前は遊ばれた。ああそうかよ。ふっ、ドドゥエー。おいおい、そこのトンマ、ショーが台無しだ。ショーだと？恥さらしが。おお、サリー、一人ぼっちにしちゃったらかわいそうだろ。あ、うわ、来てくれたのかよ。どうだ、元気か。あ、まあ元気にやってるよ。どうも。お小遣いあげちゃった。お前の金だけじゃなくて自腹まで切っちまったよ。なんだよ、ありがとうサリー。その葉巻よりはマシだろ。よくここが分かったな。それは君のお友達に頼まれてね。え、クロエ。はい。ダメだ、入るな。なあ、待てよ。彼女を出してドアを閉めろ。中の方が安全だ。いいから少し落ち着けって。話を聞け。ありがとう。正直に言うサリー、お前は全然人を見る目がない。特に女を見る目がない。確かにな。でも聞け。ひどい場所。はあ、そう。そうでもないだろ。見ろ、俺専用のバケツもある。うん。別の部署では8人で使ってた。聞いてねえと。ここまで来てくれたのは感謝する。だけどな、お前と不倫に騙されなければ、だから待ちなさいよ。俺はそのクソダメで3ヶ月も腐るはめにはならなかった。悪いな、俺がお前のその胸に飛び込めなくて。私は何も関係ないわ。そうか、言ったでしょ、聞く耳持たないって。いいから、ネイト、あいつ船を見つけた。ボルネオで。そう。チッターマニスキは。なんであんたが知ってるの。プリンが自分で石のことに気づくと思うか。そうね、確かに。でもあいつらまだ見つけられてない。あいつら、フリンとクライアントのラザレビッチだ。マニアックなコレクターよ。あいつら最初からグルだったの。はあ、そうか。見つかってないならまだ時間がある。発掘場所へ連れて行け。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。見ろ、通称願いが叶う宝石、いわゆる聖なる宝だ。ああ、伝説の聖杯みたいな。そうだ。ありがとう。サリー、聞いてくれ。シャングリラには世界で最も価値のあるものが眠っている。それは深いブルーのサファイアの原石。両手で抱えられないほどの大きさだ。うん、何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。日記は他にもあるんだよな。山ほどね。ラザレビッチは大金を払ってマルコポーロの日記を入手して、何年もチンターマニ石を探してる。不倫に探させてるんじゃ見つからなくても不思議はない。ラザレビッチのファイルがあれば俺なら見つけられる。ちょっと待ってよお兄さん、簡単に手に入るわけないでしょ。ファイルは彼のテントの中、テントは野営地のど真ん中にあるの。野営地は基地も同然、兵士たちがそこら中にいるのよ。だから奴らの顔見知りを使えばいい。相手が油断するやつ。ああ、オッケー、分かった。そういうこと。敵の気をそらせてくれ。5分時間を稼いでくれればそれで十分だ。本当に5分だけなら下着姿にならなくてもいいわけね。クロエ、俺が考えてたのは爆発で気を引こうと。それも効果がありそうね。乗るか。ああ、もちろんだ。お前より先に乗ってた。クロエ、聞こえるか。はっきり聞こえるわ。もうすぐ着く。オーケー、キャンプの周囲に爆薬を埋め込んどいたわ。あとはスイッチを入れるだけ。さあ、消えた戦団だね。
ということで、サリーと合流してまた行くということで、まあ、今回ここまでしましょうか。キリがいいんでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。